15回武井照彦チャンネルテレラジオ青春野菜でございます。見ていただいている皆さん本当にありがとうございます。登録者数も200を超えました。頑張ってまいりますんで、皆さんもね、もしよかったら拡散していただいて、登録者数をこうね増やすのを協力してください。ぜひよろしくお願いします。今日はなんでこういう格好をしてるかと言いますと、これはもう僕がもう大好きな矢沢永吉さんの、止まらないアーハーを歌う時のコスチュームなんですけど、今日はちょっとね、矢沢永吉さんのことを語らせていただこうと思いまして、それはもちろん武道館大阪城ホールとか、毎年、矢沢永吉さんのステージを見に行くんですが、もう何が一番大好きかって言ったら、あの人のこうステージの上でのこう喋る MC であったりとか、一言言うビッグマウス、あれがもう大好きですね。大体最近はちょっと少なくなりましたけど、よくある定番がもうブワー出てきて、で 4,5 曲バーン歌って、皆さんようこそ、今から2時間日本の本当のロック紹介しますってじゃあ他のロックは偽物なんかっていうね、あのビッグマウスがね、いいですね、最高ですよ。もう筋肉最高とかね、意味わからんこと言いますからね。一回大阪城ホールで、ステージを見に行った時に、MC で、あ、今日さホテルからさ淀川を見てたらさ、そうしたらさ館船がポン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 ポーンと行くわけ。そしたらさ、タイヤついてんの。タイヤついてバスなんだよ、バス。おう。そんでさ、それが岸に上がっていくわけ。ポン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 ポーンとさ、じゃあ次の曲行ってみようって、どういうことやねんと。上ホールのお客さん全員、ズデーンみたいな。あれがまた、魅力なんですよね。で、有名な話で、プライベートで、なんかこうガラスの扉のある店で、もうあまりにも綺麗すぎて何にもないと思って、 A ちゃんはもうこういつものごとくこうね、カッコつけてわーっとこう入っていった時に、あ、おでこにガーンその扉が当たったんですよ。その時、まあ周りのスタッフとかえっなったわけよ。その時の A ちゃんの一言、じゃないよねって、もう最高。もうあの一言でどういうのかな、矢沢さんらしさ、それと周りも気を使うなよっていう、なんか一言で片付けてしまうっていうのが、すごくあの人の言葉って言霊が入ってるなっていうような気がするんですよ。最高ですね。そういったわけで今日はね、矢沢永吉さんの一ファンである、芸人の人生を僕が、創作落語として、作りましたんで、それを見てください。どうぞ。登ってく、あれ誰が切ったん、何やお前か、ほんま人が機嫌ようにほんまに乗っとるのに、お前かい、あらへんわ、あんた朝から何してんねん。どうも矢沢永吉です、よろしくわきょろー、矢沢です。あんた武井や、矢沢ちゃうで、あんた武井輝彦やで。昭和40年9月17日生まれ、四国は徳島県阿南市新田野町生まれ、売れもせえへん芸人を35年続けてる人。お前な、朝からな、ほんまのこと言いすぎやで。腹立つ、朝からどんちゃんどんちゃん、ほんまに何してんねん、ほんとに今何時やと思ったんねん、何時やと、え、聞いてんの、時間よ止まれ、止まらへんわ、時間止まってんのあんただけやわ、私今からパートに行かなあかんねん。罪なやつさ、あんたや、ほんまに腹立
ったつ。ほんでまあテレビも見いひんのにずっとテレビつけるんやめといて、もう消しといて、電気代なんぼかかると思てんな腹立つ。あんだな、芸人はなテレビは見るもんちゃうの、出るもんなの。情けないほんまに、いつになったらテレビ出んの。あ、俺はさテレビは出ないよ、テレビは何の値打ちもないよ、生のライブが最高、生のお客様が一番熱いよ。よう言うたな、生のお客様が一番熱いの。そうだよ、はあ、あんたこの前お笑いの単独ライブやった時お客さん6人しか来てなかったやないの。俺には6万人に見えたけどね。ノイローゼか、日産スタジアムか、ほんまに。まあ来年は6万人来るよ、来えへんわ、6人から6万人ってアムウェイでも無理やわ。ほんまに、夢は捨てたらダメだよ、捨てろ、早くその夢捨てろ。嫁よく聞きな、扉の向こうに夢があるならその扉を叩き続けること、わけろ。え、扉を叩き続けること。そうだよ、何言ってんねん。あんたこの前夜中酔うて帰ってきて隣の家の玄関どん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 叩いて警察呼ばれたやないの。キャデラックが俺を迎えに来たね。パトカーや、パトカーが迎えに来たや、情けないほんまに。でさっきから思ってたけど、それ何の格好しょんねん。見たらわかる、矢沢永吉よ。分かってるわ、その格好して何すんねん言うてんねん。今日はさ矢沢永吉に会いに行くわけ、あていうか矢沢が俺に会いに来るわけ。そんなわけないわ、どこ行くねん。いや武道館行くの、武道館。武道館、せねちょっとこれ見てくれ、これこれこれ、チケットチケット、これなあ。このチケット、せやねん、そのチケットなあ、いつもやったら3階席やけど今回はアリーナ席やで、前から4列目やで、そんなめったにチケット入らへんで。4列目ってあんた1万4000円もするやないの。あんたこんなお金どこにあったん。え、ひょっとしてあんた息子の給食費から取ったんやろ。なんちゅう情けないわやな。あのな、なんぼ俺でもな息子の給食費から取るわけないやろ、お前考えてみ。あ、まあそれはそうやな、あそれはちょっと言い過ぎやわ、ごめんなさいね。半分しか取ってんわ。取ってるやないか、冗談やがな。パチンコでこの前買ったんやなあ。これでちょっと行ってくる。あかんで、行かせへんで。なんでやねん、行かしてな。行かせへん言うてるやろ。いや行かしてくれ、頼むわ。あかん、あんたアルバイトもせんと。いやしてるやんけ。してへんやん。いやこの前もしたやん。一日でクビになってるやん。何がやねん。そやろ、この前な工事現場の警備員、あの交通整理するあれのアルバイト行った時、赤い子を誘導するやつ、あれをくる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 回して、あっちからこっちからダンプかけてガタンと大きな事故して、で一日でクビになったやないの。あれな、なんか若い棒みたいあれがマイクスタンドに見えてくんねん。なんか多分くる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 。行かさへん言うてるやん。行かしてくれ、頼むわ。エイジャーのコンサート見たら元気出んねん、パワーをもらえんねん。ああ夢を捨てたらあかんねやって思うんや。頼むわ、そらお前には苦労かけてる。そやけどな、エイジャーのコンサート見て矢沢永吉に会うて、俺もう一回なふんどし締め回して頑張るわ。だから頼むから行かしてくれ。どうしても行きたいんから行きたい、頼むわ、行かしてくれ。分かった、ほらこれ持っていき。これなんやねん。弁当やないの。弁当持っていかんかい。お前な矢沢永吉のファンで嫁はんの手弁当持っていくやつおるか。何を何を見張ってんの。あんたお金ないやろ、向こう行ってお腹すくで、ほんでグッズとか買うお金とかないやね、持っていき。ほら
った分かった持っていくわ、ほら行ってくるわ、よいしょ。あーしかしうるさい嫁はんやなまあそやけど俺嫁はんの手弁当、そやけど矢沢永吉のファンで嫁はんの手弁当持っていくの俺ぐらいやで、ほんまに。それと嫁はいつ弁当作っとったかなあ、武道館や、あれあれなあ、上にあの玉ねぎなあ、武道館、これやこれ、矢沢永吉が40年前な片隅でこそんとこ見ててな、なんで日本の武道館でイギリスのバンドとかアメリカのバンドがやるわけ、なんで日本のアーティストがやらないの、じゃあ俺がやってやるって言って、あれから40年、やっぱりじゃあすごいな。あ、着いたわ。あ、まだ会場してへんな。よし、そしたら嫁はんの手弁当食べようか、よいしょっと。え、あ、うん、お前これなんやねん、白ご飯しか入っとるやないか、おかずあれやないか。でご飯の上に海苔でいい矢沢ってやってるだけやん。で、E と Y の間に濁点でお前梅干し入れてるだけやんけ。もうまあまあええわ、梅干し食べよう。あよ、うっ、これグミやないか、これなんやこれ、いらんわこれ。嫁はんノイローゼか、ほんま腹立つわほんま。あ、もう会場や、よっしゃ行こう、よいしょ。あ、そうそう、エイちゃんのコンサートは飲酒禁止やねん、お酒飲んどったらあかんねん。あの客飲んでないって、飲んでるベロベロやないか、飲んでないって飲んでるっちゅうねん。え、甘酒やって何の言い訳やねん、トゲトゲトゲあ、すいません、これチケットです。え、あ、飲んでないですよ。あ、息吹きかけろ、わかりました。はぁ、あ、えずかんでやないか。え、息臭いって失礼やな。アリーナどちら、あ、向こうですか。あ、ありがとうございます。これがアリーナか、うわすごい、はあ、うわ目の前にステージや、うわ目の前にマイクスタンドがある、うわこれすごいな。いつもやったあの3階席であの向こうや、それがもう目の前、目の前でエイちゃんが見えるんや。エイちゃん、うわ始まった、おいエイちゃん出てきた、エイちゃん、エイちゃん、エイちゃん、エイ、夢か。ああ、変な夢見たわ。ああ、なあ、夢みたいなことばっかり言うて、苦労かけて、しまいにゃ、嫁はんしないしてしもたわ。すまんなあ。苦労かけて、苦労かけて、ああ、文句ばっかり言うとったけど、なんやかんや言うて、俺のこと支えてくれて、ついてきてくれた嫁、ありがとうな。 I love you, OK。 この世界にたった人、おい、え、あ、あ、親方、親方やあらへんわ、お前よう寝てたで。すんません、あの弁当食べたら眠たんなってしまいまして、ついつい寝てしまいました。お前大きな声で寝言言うてたで。え、なんか言うてました。そや、すまんのー、すまんのー言うてたで。なんかあったんか。え、いやもうそんな何にもないです。うん、ほらもう昼からの現場行きましょう。よっしゃ、よいしょ。しかし親方まだ寒いでんな。おい、え、なんでか、今日ちょっと仕事終わったらいっぱい行こうか。お前よう頑張ったるし、まあ、連れてったるわ。あ、親方ありがとうございます。でもね、あきませんね、今日ちょっと行くとこがありますね。なんや、どこ行くね親方。ちょっとこれ見てください、これ行きますね。なんやこれ、矢沢永吉武道館、え、エイジャーのコンサート行くんか。そうですね、それかこれ2枚あるで、嫁はんの分でんがな。嫁はん連れて行きまんねん、いつも苦労かけてるから嫁はん連れて行きまんねん、サプライズで連れて行きまんねん。そのために一生懸命頑張って働きますぜ、働くぞ働くぞ。夢か、変な夢見たな。何、あ、もう帰んなの。わかった。あのさ、今さ、俺のファンの
人の人生の夢を見たんだけど、思ったんだけど、矢沢永吉ってみんなの人生の支えになってるんだね。見ていただきましたけど、まあ永ちゃんを支えにね、頑張ってる方いっぱいおられると思いますよ。まあ出世した方もおられると思いますよ。うん、あのね、僕矢沢永吉さんと直接会ったことがあるんですよ。まだ東京に来る前、6年ぐらい前かな、僕大阪の箕面っていうとこ住んでて、そこ住宅街で車がなかったら生活できないようなところで、でまあそこ住んでて、僕ねヘビースモーカーなんですよ。もう今タバコやめましたけど、1日3箱ぐらい吸うタイプで、それで朝起きたら絶対1本なかったらあかんで、寝る時も1本吸うという、で朝起きてすぐタバコを吸うっていう、もうその癖がついてて、ある日その朝起きた時タバコないから、うわもうタバコ買いに行こうと、でも車で行くからそのままでええかと思って、そのままのもう下上 T シャツ、下はもう捨ててくで、上ボロボロの T シャツで、ほんでその時付き合ってた彼女が置いてったピンクのカーディガン肩にこう一個結んで肩にかけて、ほんでもう目の前にある靴でええわと思ってブーツ履いて、そんで車に乗って、近所のコンビニにタバコ買いに行って、でまあ一本こう吸うてたら、そしたらラジオを僕ずっと FM 聞いてるんで、それで FM 大阪聞いてたら、そうですか矢沢さんって、そう、うん、とかで、え、えいちゃん出てんのと思って、それ生放送の番組してたから、え、これ会いに行こう思って、そのね FM 大阪が出てくるのを待ち構えて行こうと思って、そんで車で行ったんですよ。そしてもうその時難波っていうとこ FM 大阪があるんですけど、新御堂って言って結構距離長いんですよ、そこの道が。でそこの道も混んでて、早いかへんかなと、もう番組終わってまいへんかなとか言いながら、もうイライラして、ほんでもうタバコ俺バカバカ吸うてて、そんでやっと着いたら、もう番組がちょうど終わったところで、ほんでこう待ってたら何人か情報聞きつけて出待ちの人もいてたんやけど、なかなか、ほんでまたまたタバコバカ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 吸うてて、ほんで、誰やろな、ワゴンみたいなのがバーッと出てきて、俺の勘で、あれそうちゃうかと思って、それで俺その後車でバーッついていったんですよ。ほんでずーっとついてって、そうかな違うかなと思いながら、またところでタバコバカ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 吸って、もうほとんど吸うてるんですよ、もう一箱。ほんでもうちょうど南森町っていうところで、そこがファンキー802っていう違う FM 局があって、そこへポンと止まったんです。これ間違いないと思って、ほんでね、バーッと出てきた時、なんかスタッフみたいなのが出てきて、そうかなと思って、もうタバコ最後の1本しかなかって、最後の1本パッと火つけて、ほんでなんとなくこうタバコ吸いながら、こうスタッフが出てきたりとか、あれ違うんかなと思って、パッと見たら矢沢永吉さんがバーッ出てきたの。えいちゃんや思って、どうしようと思って、しゃべとるか握手してもらうかどっちかやと、これ両方は無理やと思って、よし握手してもらおうと思って、よし行こうと思ってタバコ消そうと思ったけど、今火つけたばっかりやからもったいないと思ってヘビースモーカーやから、俺タバコ加えたままで言うときますよ、カッコが上ブルブルの T シャツで、頭プサプサで、下捨ててこみたいなパンツで、そんでピンクのカーディガン肩にね、こうやっ背負って、ほんでね、ブーツ履いてるんですよ。で、加えタバコなんですよ。それで言って、すいませんすいません握手してくださいって言ったら、ちゃんが、おいいよ、よろしくしてくれたの。握手してくれたの。俺もう夢みたいで、そんで、これ本当よ。もう一回言うよ、俺最後の一本もったいないから、加えタバコでボロボロの T シャツで、下捨ててこみたいなパンツで、カーディガン肩にかけて、ほんでブーツ履いて握手してもらったの。あ、いいよ。で、A ちゃんその時一言俺に言ったんですよ。家近所って言ったの。これ本当よ。俺ぐらいですよ、矢沢さんに会うこと、家近所って
家近所やと思ったんやろな。